ね、だってそうです。さあ心も一緒にねお願いしましょう。お、幼稚園とってや、そうや。それではもうちょっと背筋伸ばしましょうか。はい、そうです。では最後一芸頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたします。そう、いこや。ありがとうございます。頭、はい、立って、そう。そうです。さあね、皆さん一つお願いがあります。最後の大技になりますんで、ロープギリギリまで大丈夫です。ちょっとここ車通るんで危ないんで、ここ来てもらって大丈夫です。めっちゃ大沢さん近いけど全然、全然大丈夫なんで、もうちょっとググッと奥入ってきてもらっていいですか。後ろの方もすいません、一歩二歩前の方へお願いいたします。最後の大技になります。ロープギリギリまで大丈夫です。目の前にね、ロープあるよーって方ね、中の方入ってくださいね。後ろ車通りますんでね。ではいきます。ここはちょっと削る、我慢や。いきます。着地ご注目。よし、そうまでよ。よし、褒めてあげてください。ありがとうございます。よし、 OK。 心、今日ちょっとね、上上がって、はい、そうです。ではいきます。ちょっとね、今来たよとかともいらっしゃいますんで、今来た方にも、もう彼女のね、本当にすごいところを見ていただきたいと思います。正直、一か八かにはなるんですけど、一気に広げます。彼女は、皆様の前で挑む距離。ここまでいきます。着地、逆立ちです。もしかすると、うまくいかない可能性もあるんですけど、3回だけチャンスください。これが決まりましたら本当に頑張った証拠になりますので、ぜひ皆様心の頑張り評価お願いいたします。そしてこの技にはですね、実は意味がございます。昔から日本猿は神様の使いとしてすごく大切にされてきました。今もなおそう信じられています。小さいですけれども、神の使いである猿に皆さんの願いを託して、思いを届ける架け橋になれるようにと、ぜひ今年の皆様の夢目標、今だけ彼女に託していただいて、その皆様の夢目標必ず叶うと、できると信じて、最後この技ご覧ください。皆様の一年が飛躍の年となりますように。いこう。さあ、心平か、これできたら新記録ですよ。いきます。皆さん、着地逆立ちですからね、そこは厳しく判断お願いします。よし、こ、ちょっと待って、ずれてるね。よし、さあ、では行きます。心、しっかり前見て、はい、まだ、そう、決まりました。皆様どうか最後彼女にまだよ、はい、大きな拍手お願いします。どうやら、そう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 、新記録出ました。いや、正気、まさかの一発成功。本当に皆様、小さな心に大きな拍手ありがとうございます。